皆さんこんにちは、鏡明です。と今回はこちらの作品のご紹介をしたいと思います。こちらは題名をスミレとアメジストの関係性にしました。スミレとアメジスト、どっちを先に言葉にするかっていうのもちょっと悩んだんですが、やっぱり絵画の中心にいる女の子がスミレを象徴している、スミレを具象化させたスミレそのものということで、この子がやっぱり主役というかメインなので、スミレっていう言葉を先に、でアメジストを最後にしました。これは英語でスミレとアメジストの関係っていうふうに書いています。で、両サイドにもちょっと別のなんて言うんですかね、ゴシックじゃないや ロゴ書体か、別の書体で色もちょっと変えて文字が書かれてるんですけど、この順番で読むと全然意味がちぐはぐになっていて、文章としては成立していません。ですが、この I am Violet on the field、 これが一つの文章になっています。で、ここも一つの文章で、こちらもこういうふうに読んでいくと文章として成り立っています。いろいろひょっとしたらご意見もあるかもしれないんですけど、絵画は自由であっていいと思っているので、謎解きじゃないですけど、まあ、こういうやり方も面白いかなと思って、まあ、よりこのここの部分が強調されるのでまあいいかなと思っています。で、この絵に関してはちょっとだけこう解説をしたいなと思っています。この女の子はスミレそのものの存在として描いています。で、背景にあるのはアメジストです。アメジスト、で、この題名にあるのがスミレとアメジストの関係性ということで、どういう関係があるのかっていうことなんですけど、ちょっといろいろ物語が込められていてお話ししたいなと思います。お話の前に、私はあまり物語をこういう物語なんだよっていうことをあまり前面に押し付けたくないなって思っていて、一個人の意見、一個人の物語として解釈してもらいたいなって思っていて、私が今から話すことが全てこの絵の 100% のお話っていうこととして受け取らずに、自由に発想していただきたいなっていうのが大きいので、私の今からお話しすることと全然違う解釈を持っていただいても私はすごくありだし、そういうふうに感じ取ってもらったその気持ちを大事にしていただきたいので、さらっとこう聞いていただければなと思います。じゃあちょっとお話をしますと、スミレとアメジストってそもそも出会うことが難しいかなって思っています。自然の中でアメジストはよくわかんないですけど、こう洞窟だったりとか、その、なんか溶岩がこう固まる瞬間にそのある成分が結晶化してこうバッとこうできるようなイメージ。スミレっていうのは
まあ、野原に咲く存在なので、まあ、そのアメジスト、まあ、鉱石全般に言えると思うんですけど、もうずっと長く付き合っていけるというか、もう何百年、下手したら何千年とかのレベルでずっとこう、一緒にこう過ごすことができる。人間は死にますけど、その存在としてあり続けることができると思うんです。だけどスミレっていうのは、お花が好きな方だったらもうすぐ分かると思うんですけど、もう咲く季節っていうのがもう限られています。1年のうちに、まあ、開花時期っていうのは2回ぐらいあったような気がするんですけど、その一つの種だけ捉えるともう1回だけなんですね。そのシーズンが過ぎてしまうと枯れてなくなってしまうっていうことで、時間的なその流れがスミレとアメジストって全然違うと思います。で、まあ、ここにツバメを書き加えたんですけど、まあ、ちょっとツバメの背中には実はちょっと見えにくいんですけど、アメジストが乗っています。でちょっとこう寄り添うようにスミレの花も書き加えたんですけど、このイメージとしてはツバメがアメジストを運んで、多分落としちゃったんじゃないのかなって思うんですけど、野原に落としてしまう。でたまたまそこにスミレが咲いていた。でスミレは、まあ、自分が紫色をしているっていうことを多分知っていて、でアメジストも紫色で、同じその色を有した存在がこう突如こう目の前に現れた。で、まあ、きっとこの女の子はやっぱりその同じ共通性のあるアメジスト色だったりとか、私はアメジストにすごい女性性を感じるんですけど、気品だったり可憐さだったり、でスミレのその雰囲気とすごく似ているなって私は思ったんですけど、きっとこの女の子も同じように感じてすごいこう惹かれたんじゃないのかなって思います。それがどういう、まあ、恋なのか別の愛情なのか何なのかはご想像にお任せしたいんですけれども、すごくこう惹かれたんじゃないかなって思います。だけど時間の流れが違うので、やっぱり過ごす時間って限られてくる。アメジストはまあずっと人の手がこう誰かが取ったりとかしなければずっとそこに存在し続けられる。まあ、雨とか降って、まあ、流されたらまたちょっとそれは話が違ってくるんですけど、だけどスミレは咲く時期が限られていて亡くなってしまう、だから同じ時間を共有するっていうことは本当に限られています。でこの女の子は種を持っているんですけど、これそのなんだろうな、もうスミレを具象化させたと私は思っているので、こっちの手はこう書いてないんですね。こう葉っぱみたいな感じになってて、で多分まあここの手の部分も花が咲き終わった後をちょっとイメージしたりしてるんですけど、この種を持っていることで、私は存在が、私という存在はいなくなってしまうけど、でもこの種を未来にこう託して、この種から生まれたスミレもまたきっとアメジストと出会う可能性を秘めてる。
それはこう女の子の生まれ変わりじゃないかもしれないし、女の子の意識っていうものはまたもうこの種のから種から生えた花にあるかどうかはわからないけど、でも今この瞬間女の子はこの種にもう全てを託して自分の、自分のその一生も分かってるんでしょうね、多分この表情は多分分かっていて、自分の行く末を知っているからこの種に託す。でツバメはその意図して落としたわけではないし、まさかこういう物語になるなんて、まあ思ってもなかったし、全然こう知らないかったと思うんですけど、まあ、もしその2人を知っていたとしたら、まあアメジストをこう落としちゃったと思って取りに戻ったとしたら、多分そのこう察してスミレの気持ちを察してまたアメジストを持ち帰ろうとはしなかったんじゃないのかな。むしろ、まあ、スミレさん積んで差し上げましょうか、そしてアメジストのそばに置いてあげましょうかみたいな会話もひょっとしたらしたかもしれないなーなんてこう思いながら、寄り添った理想のこう姿みたいなものを背中に書いてみました。だからその実際そのスミレとアメジストは触れ合ってない距離の位置関係で認識し合ったんだと思うんですね。で、まあ、スミレはそういう風にまあこう惹かれた。これはスミレのが主人公になっている物語絵なので、アメジスト目線っていうのは今回全く考えていません。スミレはこう女の子として描いたんですけど、アメジストをもし具象化するんだったらね、どうなるのかな、女性性に感じるけどなんかロマンチックにがいいなって思うので、ひょっとしたら男の少年ではなくってちょっと成人した男性として、まあもし書くとしたらそういう風に書きたいななんて思いました。はい、こちらは個展で初披露させていただきます。私の手がこれぐらいなので結構まあ大きめな絵画になっています。これこのスミレの女の子をモチーフにしたブローチ作品や小さなこうロケットアートも梱包しちゃったので、すいませんお見せすることができないんですけど、そちらもこの絵画から連想して描いて作ってみました。はい、ぜひぜひ楽しんでいただければなと思います。それではお待ちしております。